才なんだね、剣心がね。お、アレックスカブレラ、アレックスカブレラ、これまでです、これまでですね。長井さん、トリさん、うわ出た、最強選手、豊田さんね。すごいな、映像めっちゃ綺麗じゃない。ニオカさんだ、そうだ、アタックロコーチ、これ星川さんだ、あーライバ出た、かっけー。鉄平さんだ、楽天は、あ、2007年、あ、クルーンだ、そうだ、まだ横浜だもんね。お、浜中さんだね、フェルナンデス、あ、金、兄貴だね。前田さんに、剛か、あ、この時剛だもんね、登録にね、代打俺。かっけー、なにこれ、一人だね。お黒田さんにか、ダルね、カズミだ。あれでクワトロ系の加藤さんかな。うわー、よし、あー、ブラウン監督投げてる。球児、あ、ワクさん、あー、ガッツも三振するよと。中地だね、中地、あ、ラミちゃんがヤクルトだぜ、まだベニーとかね、あ、今井さんね、マサ、日本ハム胴上げですね、これ2006年のやつか、そうかそうか、いやー、かっこいいな、すごいな、なんかな。はい、というところで PO25 です、よろしくお願いします。なんで急に、さっきのね映像はプロ野球スピリッツ4の、オープニング映像になるんですけれども、すごかったですね、あれね。いや、なんかやべえな。昔のやつやっぱりちょっと興奮するよね、というところで、じゃあ何急にプロスピ4をね持ってきてるのかと言いますと、まあやっぱプロスピ4ってあの年度、どの年代のやつかっていうと2007年なんですよね。で、2007年のプロ野球もうやることって言ったらこれしかないですね。はい、山井さんで完全試合をやっていこうと思います。そうですね、うん、まあ、あのやはりこう有名な話としてありますのが2007年の、日本シリーズ第5戦かな、山井さんがね8回まで完全試合、そして9回ね、完全試合中なんですが岩瀬さんにチェンジして、見事中日が日本一になるという、まあ、そのね試合がありましたけれども、まあ、それをじゃあ山井さんで完全試合狙っていこうじゃないかという話でございます。短編の動画ですね、はい、で、チャンスは一度だけ。そんでもってフィールドプレイでやっていきますので、守備についてはもう完全コンピューター任せで、あとは一回チャンス1回っていうのはさっき言った。私ね、あのパワープロの実況もやってますけれども、先日阪神にあの45対3で負けたっていう実績を持ってまして、果たしてそんな私がですね、こう、まあ、山井さんを使って完全試合することができるのかという話でございます。能力を見る限りね、とってもじゃないけど、ちょっとあの完全試合できそうな能力じゃないんですけれども。あと、このね年代のプロスピってダイジェスト設定ができないので、その攻撃のみプレイしないってことができないんですよ。だからもう完全フィールドプレイでの試合になるので、勝手に変えられる可能性っていうのも十分あります。ただまあ完全試合してれば変えられねえだろうという話でございますね。で、オーダーにつきましては、当時のものを再現してきましたが、まあ、プロスピ4っていうのはまだアップデートが入らない時期ですので、ノリがいないんですね。この年って確かノリは頭育成で、で、支配下になってって感じだったので、ノリがいないので、本来ノリがいるとですね、5番サードでノリなんですけれども、まあ、ここをね、サード森野さんにしてきまして、井上さんをレフトに入れております。まあ、こんな感じかな。それ以外のオーダーは全部これ変わりません。じゃあ、これでやっていきますか。日本ハムのオーダーにつきましても、何のこれ、自分もネクストの時進行方法を設定できます。何これ何これバッターをやらなくていいか、打席もやらなくて、ランナーもやらなくて、これでいこうか。よし。で、日本ハムの方も、ご覧の通り、一応その当時のオーダーです。5番レフト、工藤さんとかですね。さあ、そしてユーザー設定なんですが、一応、あ、これ、小物強さはスピリッツにしとこうなんて。パーフェクトまでしかないんだ、この時って。じゃあ、パーフェクトでいきましょう。で、そうしようかな。できることなら二度押し設定はしたくないんですが、どれや選べないそうなので二度押しを採用という形でいきましょう。試合です。スタート。
ということでやっていきましょう。ちなみにこの動画撃たれた瞬間終わりますので先に言っておきます。チャンネル登録なんかもよろしくお願いしますというところで果たしてどこまで続くことができるのかというところでございますけどねただ懐かしはオッチだね私監督としては落合監督が一番好きなんですね、はい、これトレイヒルマン監督だね。当時はね一人ですね、似てるね一人ねさあ行くよ。ちなみに私ゲーム音聞こえてないですねさあトレンディエース西崎さんが投手解説ですけれども、さあ今日は6回まで投げ切ってもらいたいまあ正直もう6回までいける気はしないですけどもね。この動画は打たれた瞬間思いますが、さあ昨シーズン投げてない、これはそれともゲーム上で設定が出ないだけなんですか。山井さんお願いします。投球練習を行きますね。ただまあ今回に関してまして、あ谷重さんがリードしてくれるんだね、これはありがたい。今回につきましてはその、まあ、全部打つわけではなく、まあ、カットを入れながらって感じをやっていこうかなと思ってます。行きましょう。操作しに行くふふふ厳しそうだな。フォーク谷重さん任せましたよ。お完全ですからね、フォアボールを出した瞬間も終わりですから、ちょっと頑張っていかなきゃいけないんですが、あっと全然合わないね。初回ぐらいはちょっとフルで打つ飛距離ですね。この時のプロスピは選手紹介が入るんじゃないかな。さあ行きますか、飛距離対決。いきなり高速スライダーからなんですね。さあちょっとやりづらいな。なんかどうしよう、コントロール F だから全然ストレート。ちょっとインコースに寄る。はい、ああ、あと、まずい。あと、ボール2つで動画が終わる。ちょっと真ん中に、真ん中に。よし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 。一球ストライクを入れていく。コスクスライダー。ああ、まずいまずい。あとワンボールで動画が終わる。ちょっと待って待って待って。よしよしよし。気をつけなきゃ気をつけなきゃ。よし、どうだ、ファールか。よし、徐々に徐々に慣れていきましょう。どうだ、ファールか。まだストレートいくんですね、谷繁さん。コースの設定が。はい。ああ